観音の泉熊本交通センタープラザは、熊本県熊本市中央区桜町の熊本交通センター地下にあった熊本県内、唯一の地下街、通称センタープラザ。旧熊本県庁跡地の再開発事業として建設された1969年3月5日に開業した熊本交通センターの一部である名店街として開業した。開業時には、 九州随一の規模の地下街であった岩田や伊勢丹ショッピングセンターの開業に合わせて1973年10月20日に熊本交通センタープラザとして新装開業した1994年に現在の館内に改装された熊本交通センターの一部であることから県民百貨店のデパ地下と直結しているほか至るところにバス乗り場への連絡階段が存在する また、サンロード新市街から周辺施設を結ぶ地下通路がある。こうした公共交通での利便性の高さもあり、高齢者などの交通弱者の利用も比較的多かった。観音の泉前の広場はコンサートなどが行われたほか、待ち合わせ場所としても親しまれた。しかし、九州三考主導による桜町再開発に伴って施設が解体されることになり、 2015年3月31日に閉店となった。なお、閉店時には医療品店や飲食店など66店舗となっていたが、このうち開業時から最後まで営業したのは112店舗であった。2015年3月31日午後7時に閉店となった後、観音の泉前の広場で閉店のセレモニーが行われ、その歴史に終止符を打った。また、 当施設や当店に隣接して、同様に再開発で閉鎖される県民百貨店に出店していたテナントの一部は桜町地区テナント会を作り、代替店舗の提供などを熊本市や九州参考グループに求めて働きかけたが、かんばしい答えは引き出せなかった。当店跡地の再開発の中核施設の名称は2015年1月25日に、 熊本城ホールとすることが発表され、同年5月1日に熊本市が九州参考ホールディングスに対して再開発事業の施行の認可を出した。新施設の工事は着々と進み、早ければ2019年9月にも竣行、落成予定。新施設はバスターミナルをはじめ、商業施設、公益施設、ホテル、マンション、バンケット、シネマコンプレックスなど、 多様な用途が一体となった複合施設となる。完成に先駆け、2019年4月、新施設の総称は桜町熊本に決定した。同時に、新バスターミナルも共用開始時には、熊本桜町バスターミナルに名称が変更される予定である。インフォメーションでは、宝くじやタバコ、熊本県内外のコンサートやイベントなどのチケット販売を行っていた。 広告などでは昔は熊本センタープラザという名称を使用していた。当時は文字のロゴでセンターとプラザの頭文字を組み合わせたシンボルマークも存在していた。平成になってリニューアルオープン以降はロゴがアルファベット表記に変わりセンタープラザという名称を使用している。センタープラザ CM に使われたセンタープラザの歌は熊本市民ないし熊本県民ほとんどが耳に 残っているほど親しまれている。当時 CM 放映は短期間しかなかったものの、好評でセンタープラザの歌を5分置きくらいに館内で放送された。なお、当歌は2008年7月31日放送の秘密の県民賞でも取り上げた。なお当時放映されていた CM で使われた当歌は男性が歌っているが、後にメロディーの異なる女性バージョンが作られた。 当施設の閉鎖後も、センタープラザホームページで、当面の間視聴でき状態を維持するとされている。2017年には、NHK の番組、ライフ、人生に捧げるコントが、出演者の地元である熊本で収録。その際に、コントの中で同局が、熊本では、老若男女誰でも知っている歌として登場した。2009年には40周年を記念し、地元出身、ありがとうございます。